マフマフさん、台風10号の方が全国回ってて受ける。東京でライブやりすぎ、もっと地方来てください。いやこれはこれは全然あれでしょ、否定的なものではないけど、わあ、なるほどね、なるほど、台風に負けたか。いや本当にそうなんだよな。てか台風がちょっと全国回りすぎなのでは。いやでもまあそれはそうだよな、確かにいつも東京でライブしてって感じだもんね。なんかそのなんか自分のツアーというツアーをやったのって、だってあれだもんね、そのソラルさんと一緒にやったのが、まあ、ツアーらしいツアーっていう形、あれをと捉えてくれるならあれが最後だもんね。まあ、なんかそうだな、いろんな理由があるけどね、東京でライブする理由。東京が一番人をいっぱい来てくれるとか、いっぱい人来てくれるから大きい会場が抑えやすくて、大きい会場のプランでやると、まあ、そこにこうステージとかを組みやすいみたいな理由とかがあったりするんだけど、まあ、あのめっちゃ個人的な話をすると、あの全然回りたいです。回りたいとは思います個人的には。はい、まあ、でも今もうまふまふライブやってないんだけど、ね、ライブやってないんだけど、まあ、僕もそれこそ昔 COF とかね、 ETA とかいろんなライブに出て、いろんなとこ行かしてもらってた時やっぱ楽しかったし、まあやりたいよね、やりたい気持ちはあるな。でもなんか回れるか回れないか分かんないからあれだけど、そういう気持ちではいるってことを言いたいです。でも確かにそう、台風に負けてんのはちょっと、台風に負けてんのはちょっとあれか、恥ずかしいかこの人面白いな。でこれは別にあれだね、全然焼きマシュマロじゃないね。